どうもやんです今日はですね勢いある姿っていうことについて、えー、僕の考えというか僕が聞いた話ですねについてちょっと聞いた話について、えー、自分がまたそれに対してどう思うかっていうことについてお話ししたいと思います。 えー、昔というか、あのー、生体史の祖と言われる、えー、人がいるんですがど生態史生体っていう言葉を作ったというか、えー、作ってとかも元になったような人がいるんですけども、えー、その人がね、えー、人間の生死ね、えー、生き死にの 場面にね遭遇することがたくさんあったんですけどもその中でねこう生き残った人間生き残った人の特徴は何かというとえ勢いがあったというふうに言っていたということなんですねで勢いがあるって勢いがある姿ですね勢いがある姿があった人が生き残ったということなんですけど勢いのある姿っていうのは姿勢なんですよね姿勢姿勢なんで あのー、その勢いのある姿っていうのは姿勢なんでその良い姿勢というか正しい姿勢を持ってね、えー、動くことですよね。だから例えばその開き直るとかね、えー、こう怖いもの知らずでこう動くとか。 えー、そういうことではなくてですね、えー、その自分の考え方であったりとかで,ですね自分の行動がですね勢いある姿であるかどうかっていうことを、えー、自分なりに考えてね、あのー、その行動であったり考えを、えー、持ってもらいたいなというふうに思います今こういう時期なんでね、えー、そういう姿勢っていうのが、えー、大切なんじゃないかなというふうに思っております。もちろんあの一時的にね 落ち込んだりとか、あのー、ちょっと臆病になったり弱気になったりすることはもちろんあると思うんですけどもずっとそ,のそういう状態でいるんではなくてですね、えー、勢いある姿とはどういうものかというのは一人個人個人あ,のあると思いますんでですね、えー、そういうものに近づけるようにね、えー、努力するというか、えー、行動する考える。 っていうふうに、えー、し,たいしていただければね、えー、ちょっとね、心が落ち着くんじゃないかなというふうに思ったんで、えー、ここで僕がちょっと思い出したんでね、そういう話をさせていただきました。ということで、えー、頑張っていきましょうじゃあ今日の動画は以上となります。ありがとうございます。